こんにちは、ダイスです。今回はテラレイドバトル用のニャイキングを育成していきたいと思います。ガラルニャンスは戦士先生のイベント報酬でもらえます。ジムバッジ7個以上が条件になっているので、よかったらこちらの動画をご参考にしてください。またリージョンフォームの卵の作り方についてもご紹介している動画がありますので、まだ産んでないっていう方はこちらを参考に産んでいただければと思います。そして今回のガラルニュースに関しては隠れ特性の運用になりますので、特性パッチが1つ必要になります。星5以上のレードで稀に入手することができるアイテムになりますので、持ってないっていう方は育成後後で買えるなりしてみてください。それでは今回の動画の流れです。まずは卵から生まれたばかりのガラルニャースで性格の補正をかけます。その後努力値を振ってレベル28でニャイキングに進化した後に夢特性に変更をします。レベル50になったらすごい特訓ができるようになりますので、すごい特訓をして最後技と持ち物をご紹介していきます。なので一番最初の時点ではレベル1のガラルニュースの準備で大丈夫です。あとは特性パッチが1個あればできるという感じになりますので、まだやってないっていう方はぜひ一緒に作ってみてください。それでは最初に性格の補正をかけるためにラッキーズでミントを買いに行きましょう。性格補正は意地っ張りにしていきます。なので意地っ張りミントを購入します。お金に余裕がある方はラッキーズのドーピングアイテムで努力値振っても大丈夫です。それでは買っていきます。意地っ張りミントある方は買わないで手持ちのアイテムを使って大丈夫です。私も今回4つあるので買わずに持ち物の中にあるものを使おうと思います。薬で努力値を振るという場合に関しては下に後で入れておくので、この数だけ入れれば HP が252、攻撃が252で素早さが4振れると思いますのでやってみてください。私は今回ミント補正をして、その後ポケモンで努力値振っていこうと思いますので、そのやり方でやっていきます。はい、まずこの時点だと意地っ張りのミントを使った性格の補正だけです。特性パッチで夢特性に変えられるこのパッチはガラルニアスのままで使わないようにしてください。多分大丈夫だと思うんですけど、念のためニャイキングに進化した後に夢特性にしていく方がいいと思います。それでは努力値を振るための道具を購入しに行きます。道具はラッキーズではなくデリバードポーチに売っているので、まだ持ってないっていう方はこちらで購入していてください。買うものは HP と攻撃と素早さが上がるアイテムです。 HP はパワーウェイト、攻撃はパワーリストで、素早さはパワーアンクルが必要になりますので1個ずつ用意をしてください。手持ちにも持っている方は持っているものを使えば大丈夫なので、再度購入みたいなのはしなくて大丈夫です。それでは野生のポケモンでの努力値の振り方についてです。今回のパターンは、小さじの小道で振るパターンと、そしてパルデアの大穴で振るパターン、この2つをご紹介していきます。ストーリー途中だよっていう方は小さじの小道の振り方で試してみてください。努力値を振る際の注意点としては、対象のアイテムを必ず持たせること、そして通常バトルで倒すことで、最後に対象のポケモン以外からは逃げることが注意点です。努力値に関してはこの画面で L ボタンのレーダー切り替えをすると、数値が載ってない黄色い表になると思うんですが、この位置で確認ができます。そして今回のガラルニャース卵を産んですぐの状態はレベル1です。レベル1の状態だと覚えている技も少ないしやりにくいので、ガラルニャースではないポケモンを使用して努力値を振っていくのがいいと思います。まずは HP です。 HP はパワーウェイトを持たせます。HP252 を振るためにパワーウェイトを持たせてグルトンを28匹倒していきます。
クルトン自体の努力値が1で、パワー系アイテムのパワーウェイト、これを持たせることでプラス8触れるので、全部で28匹倒せば HP の252が全て触れるという感じになります。で、なんでガラルニャースとか、他のポケモンもそうなんですけど、レベルが低いポケモンにやらせちゃいけないのかっていうのをご紹介していきます。小さじの小道にいるポケモンってレベル帯は確かに低いんですけど、レベル1のポケモンとかって持ってる技が弱かったり、効果自体がねそうそうなかったりするんですよね。猫魂ガラルニャースの場合は持ってるんですけど、この技で一発でグルトンを倒すことができません。また、こんな感じで逃げられないっていうことが多いです。でその間に倒れてしまうともったいないので、違うポケモンを使って努力値を取る方がいいです。ちなみに使ってみるとこれしか入りません。で PP10 なので10回攻撃して今の HP の相手の減り方だと倒せないんですよね。なの で今作手持ちに入っているポケモンは全てに努力値が触れるような仕様になっていますので、他のポケモンを使います。どんな子でもいいんですけど、基本的には努力値を振る必要がないポケモン、もう振ってるポケモンとか振るつもりがない子のレベルが高い、レベルが高い子を使用します。こんな感じで手持ちに入っていれば、他のポケモンで対象になる、今回だと HP なんでグルトンなんですけど、通常バトルで倒していけばパワーウェイトを今持たせているガラルニアスも努力値が振られていきます。なのでこのやり方を使って努力値を振っていってください。そうすると今まだ1匹しか倒してなくて分かりづらいんですが、このレーダーの HP のところがぐんと伸びてきてキラキラっていう風に最後はなるはずです。そうすると振り終わりっていう合図です。それでは HP28匹のグルトンを倒し終わったと想定して次行ってみましょう。 HP に振った後は次は攻撃に振っていきます。なので今持たせているパワーウェイトは HP 対応なので違うものに変えていきましょう。持ち物を入れ替えます。で先ほどデリバードポーチでお話しした攻撃はパワーリストです。赤いやつですね。はい、この攻撃が高く育ちやすいになっているパワーリストと交換します。でこのパワーリストを持たせた状態でまた違う対象になるポケモンを倒しに行きます。攻撃の対象になるのはヤングースです。攻撃も250に振っていくので、先ほどのグルトンと同じく28匹を倒せば攻撃の252が振り終わります。いるところは小さじの小道脇にある入り江のホラー穴です。コライドミライドと最初に出会ったところのホラー穴の下の方にいるので降りていってみてください。はい、いました。ここにいるヤングースを28匹必ず倒してください。もしこの時攻撃役のポケモンの PP が少なかったっていう時には、主人公の家のお母さんに話しかけるとHP も PP も回復してくれるので一度戻ってもいいと思います。HP252 と攻撃252全て振り終わったら最後は素早さです。でまた先ほどと同じく1匹しか倒してないのでなってないんですけど、この時点で HP と攻撃にキラキラマークがついて全て振り終わってる状態になっているはずです。そしたら持ち物を、今度は素早さが上がるパワーアンクルに持ち替えます。とね、水色のやつですね。はい、パワーアンクル、パワーアンクルに持ち帰れば、あとは
対象ポケモンを1匹倒せば OK です。素早さ6はパワーアンクルを持たせて1匹だけ倒すんですけど、対象になるポケモンが多いんですよね。コライドン、ミライドンと最初に出会った浜辺にいるコイキング、キャモメ、ブイゼル、どれでもいいので1匹だけ倒してください。それで努力値が完了します。努力値が全て振り終わったらレベルを上げていきましょう。レベル28でニャイキングに進化しますので、そしたら特性パッチを使って夢特性へ変えていくという作業になります。これが小さじの小道でのやり方です。続いてパルデアの大穴です。パルデアの大穴で努力値を振る場合には食材を購入していきましょう。買うものはレタスが2個、マヨネーズが1個、マスタードが1個です。この準備ができたらゼロゲートに移動します。ゼロゲートに移動してきたらニャイキングにパワー系のアイテムを持たせます。今回は HP を振って攻撃を振って素早さを振っていきます。なので HP のパワーウェイトを持たせておきます。でこのパワー系のアイテムを持たせた後でピクニックを開いてサンドイッチを食べてから対象のポケモンを倒しに行ってください。対象になるポケモンは HP の場合はラッキーです。なので遭遇パワーノーマルレベル1がつく食事を作っていきます。先ほど購入してきた材料で作れるので真似してやってみてください。フリーモードでレタスとマヨネーズを選択で、これでピックを刺して作り始めます。ノーマルのラッキーを出す場合に関してはレタスを1枚必ず捨てましょう。レタス2枚で遭遇パワーノーマルがつきますので2枚だけにしてください。これで完成です。はい、遭遇パワーノーマルのレベル1がつきました。ラッキーでレベルを上げるっていう時もこのレシピになりますので参考にしてみてください。それではラッキーがいるところに移動していきましょう。で必ず持ってることと、あとは他のポケモンたちを準備してから行ってください。ガラルニャンスではここのポケモンたちは倒せませんので注意してください。ラッキーがいるところは第3観測ユニットです。そこに移動します。第3観測ユニットを出たらコライド、ミライド、ニライドをして左側に移動しましょう。レベル上げの時も一緒なんですけど、左側に移動して1本目大きな木が見えたら左手、ちっちゃな洞窟がありますのでその中に移動していきます。で遭遇パワーのレベル1ご飯を食べているのでラッキーがたくさん出てるはずです。なのでこのラッキーを倒していきます。 HP250 に今回は振っていきますので倒すラッキーは26匹で全て振り終わります。パルデアの大穴でラッキーで HP を振っていると必ずニャンスが進化するレベル28まで到達すると思いますので、ここの進化はそのまま進化させてください。それで大丈夫です。努力値が振り終わったら特性パッチで特性の変更をかけていきますので、努力値を振ってる間にはパッチは使わなくて大丈夫です。ラッキーを26匹倒し終わると、はい、こんな感じで HP キラキラになりました。小さじの小道で振った時にもこういう風になりますので確認するのはこれです。続いては攻撃に振っていきます。パルデアの大穴で攻撃に振る場合に関しては必ずゼロゲートに1回戻るようにしてください。ゼロゲートに戻ってきたら持ち物を入れ替えます。今現在持ってるのが HP 用のパワーウェイトになりますので、今度は攻撃用のアイテムに変えていきます。攻撃用のパワーリストに持ち替えをしてください。で持ち替えた状態で先ほどと同じようにサンドイッチを食べていきます。アイテムを先に持ち替えておくことでサンドイッチの効果の30分を効率的に使えるようになりますので、先に持ち替えるのがおすすめです。はい、持ち替え終わったらピクニックを開きます。今度作るレシピは先ほどと違っていて、攻撃
に対応するポケモンが出やすくなるレシピになってます。買ってきた材料で作れますので、フリーモードでまた作っていきます。はい、 X ボタンでフリーモード、選択するのはレタスとマスタードです。この2つで次へを押してピックを選んで作り始めます。今度はレタス3枚すべて乗せていきます。レタスを努力値振りで捨てる場合はラッキーだけです。なので3枚あるレタスはすべて乗せるようにしてください。はい、3枚乗せたらパンポイしてピックを刺します。これで完成です。攻撃は遭遇パワー岩のレベル1がつくレシピを作ります。はい、30分間遭遇パワー岩があるうちにルカルガンを26匹倒しに行きましょう。今回のニャイキングは HP252、攻撃252、どっちもマックスになりますので26匹は同じですね。でルカルガンがいるところは先ほどのラッキーと同じく第3観測ユニットです。全く同じところに出るので同じ洞窟に移動していきましょう。攻撃252はパワーリストを持たせた状態でルカルガンを26匹倒せば先ほどと同じように全て振り終わりますのでやってみてください。はい、26匹倒し終わりました。そうするとこういう風になります。残りは素早さの6です。素早さ6をこのまま振っていけるので、ルカルガン倒し終わったらパワーアンクルに持ち替えてください。素早さ6に関してはパワーアンクルを持たせてダクトリオを1匹倒せば完了です。これで全ての努力値が振り終わるという形になります。でダクトリオも同じところにいますので、そのままぶつかって全て、そうなんですけど、通常バトルで倒してください。でこれでニャイキングの努力値振りは終わりになります。努力値が振り終わると先ほどのグラフのところが白色になっているはずです。ドーピングのアイテムを使うときに素早さ6じゃなくて羽で4つで OK って書いたんですけど、羽の場合というか、努力値に関しては4で1つのセットになっていて、4の倍数ずつしか努力値って変化ないので、2枚もったいないから使わなくていいっていう感じになります。ただポケモンを使って努力値振るときには1匹倒せば6でマックスまで振れるので、こんな感じの表になると思います。それでは次に特性パッチを使って夢特性に変更していきます。でその後すぐすごい特訓をしに行く予定なので、テーブルシティ東に移動します。努力値振りとレベル28でニャイキングへの進化が終わったら、特性パッチで鋼の精神へ特性を変更していきます。この鋼の精神っていうのが夢特性です。現在のニャイキングの特性はこれ以外の通常特性2種類のうちどちらかになっているはずです。卵を産んだ時に夢特性出てればいいんですけど、じゃないっていう方は、特性パッチを使えば夢特性に変えられますので使っていきましょう。はい、これで鋼の精神になりました。この特性が味方の鋼タイプの攻撃の威力を上げる特性になっているので、ニャイキングはこれが一番いいと思います。基本的にニャイキング4体でマルチプレイっていうのが多いと思うんですけど、鋼タイプのポケモンが他にいる場合のマルチプレイでもサポートポケモンとしても優秀なので使えるようになってます。なのでおすすめな感じですね。あとはレベル50以上になったらすごい特訓ができますので、すごい特訓をするために銀の王冠を買っていきます。で今回私卵産んだ時に 3V のポケモンだったので、残り2箇所か3箇所必要みたいな感じになっているはず。ちゃんとちょっと見なかったんですけど、3枚あればいいかなという感じです。
で、このジャッジの機能の解放がストーリークリア後の解放になるので、ストーリークリアまだなんだよねっていう方は、すごい特区のおじさんのところに一つだけ銀の丘を持っていくと見せてくれるので行ってみてください。はい、私は手持ちに結構あったんで今回2個だけ買って準備完了という感じになります。銀の王冠はデリバードポーチに売ってますので、必要な数だけ買っていくようにしましょう。それではすごい特区のおじさんがいるフリッチタウンに移動します。最初に意地っ張りでミントの補正をかけているので、青色で下がっている下マークがあるところ以外をすごい特訓で補正をしていきます。まあ、鍛えていくっていう感じですね。で、ストーリー終わってなくてジャッジ機能ないんだよねっていう方もこの方法で見れますので、やってみてほしいのが、ここで銀の王冠を1個だけ持ってきておじさんに見てもらう方法です。こんな感じで最高になっているところには王冠マークがついていますので、この数以外のところで必要な数銀の王冠を用意するとお金もあまりかからなくておすすめです。で、今回私必要ないところが最高だったんですよね。なのでこんな感じで全て鍛えたと最高になっちゃったんですけど、まあそれでもいいかなということでこの子作っちゃいました。で、本当はね、まあまあとか特攻に関してはまあまあのこの方がいいと言えばいいんですが、これでも大丈夫です。はい、努力値も振り終わって、すごい特訓も終わって、レベル50でこの状態です。で、この後、まあ、レベル100まで持っていってから、技の構成してもいいんですが、今回に関しては技構成して、私の場合は飴で上げて、最後こんなになりますよっていうことで数値出していきたいと思います。なので、技の構成やっていきます。ニャイキングの技構成に関しては技マシーンを使うものとレベルで覚える技を使うものの2種類ありますので、試してみてください。おすすめ技としてはまず1つ目アイアンヘッドです。これはレベルで覚える技になるので、覚えたら入れられるものですね。はい、まず1つ目はアイアンヘッドです。で、その次は嫌な音、これです。で、この技も入れていきます。はい、これでアイアンヘッド嫌な音が入りました。で、もう一つもレベル技なので思い出すで挑発、それを入れていきましょう。これが3つ目の技です。最後4つ目の技だけ技マシンを利用した技になります。何を入れるかというと技マシンの剣の舞です。なんで上の R ボタンを押してノーマルにして見ていくとミミッキュのマークがある88かな、これですね。で、私今ちょっとなかったのでストライクの爪取ってきます。はい、準備できたので入れていきましょう。の88の剣の舞を最後の一枠で覚えさせます。この4つの種類の技がエニャイキングに覚えさせておきたい技になります。エニャイキングの場合は、まあ、挑発に関しては一応自由な枠なんですよね。あればいいかなという感じにはなっているんですけど、必ず入れておきたいのがアイアンヘッドと嫌な音と続きの前です。挑発のところに関しては手助けを入れてもいいですし、他の技で入れたいものがあればそれでも OK です。なんですけど私の場合は、この状態にしておこうかなということでこの4つの技を選びました。マルチプレイで4体ニャインキングで行くよっていう時には結構ねやり方いろいろあるんですけど、基本的な立ち回り方としては、1ターン目に嫌な音をみんなでかける、で、その後剣の舞をしてアイアンヘッドをするか、嫌な音をもう一回かけてアイアンヘッドをするかみたいな感じでパターンがね分かれます。ただツイッターとかの募集である時には何番目の人がこういう風にかけてくださいって募集する側の人が結構ね指定してくれたりもするので、その方法でかけるといいと思います。で、ノラのマルチでニャイキングで行くっていう時には私の場合は嫌な音をかけてから
挑発をかけてから嫌な音をして、多分剣の前でアイアンヘッドだと思います。なんですけど、他のポケモンに関しても、まあ、いろんなポケモンいますので、挑発必要ないっていうポケモンに関してだと、多分嫌な音かけて剣の前に返してからアイアンヘッドをかけていくかなという感じですね。結構ねパターン分かれるんですけど、持ってると、募集の時に使いやすかったりとか、手助けも覚えるポケモンになっているので、結構ねマルチでもサポート役として重宝されるポケモンになってます。でちなみにレベル100にすると数値はこんな感じになります。で本当にね攻撃特化型で HP も344あるのでかなり硬いです。ということで育成と、技は終わりました。あとは持ち物ですね、ご紹介していきます。ニャイキングのおすすめな持ち物に関しては2つあります。でどちらも発光シティに売ってるので、発光シティに移動しましょう。私まだあれなんですよね、最強月光が終わってからオンライン通信してないので、そのまま今まだ出てます。なんでコツコツ一人で倒してるっていう感じです。でそういう方もね多いってお聞きしたんですけど、いや本当にねクリッフィーやりやすいのでおすすめです。ぜひ結構ね使ってる人見ないんですけど、ほんとクレフィーですあんまり使わないポケモンだから今回初めて作ってみたんですけど、でかなりね使いやすくておすすめでした。なんでぜひクレフィーを使う人が次回の月光ガレイドには増えてほしいなと思ってます。はい、という話をしながら発光シティのデリバードポーチに到着しました。ニャイキングに持たせたい道具2つあるんですが、ですね、1つがレンズ系の広角レンズです。これ命中率を少し上げる効果があるものです。で技の命中率が上がるもので、私今ちょっと持ってなかったんで1個買っていきたいなと思います。はい、でフォーカスレンズと違うものになってるので、レンズだから一緒ではなく、命中率が上がる広角レンズがおすすめです。これフォーカスレンズって遅い時に命中しやすくなるんですけど、ニャイキングの場合素早さもちょっと振ってあるし、ニャイキングよりも後ろから攻撃出すポケモンもいたりするので、それじゃなくて広角レンズの方がいいですね。そしてもう一個メタルコート、これです。これ持たせると鋼タイプの技の威力が上がるものです。アイアンヘッドを使って攻撃するので、メタルコートで、技を威力上げておくっていうのもおすすめです。これね安いから買いやすいと思います。まあ、メタルコートといえば持たせて通信交換することで進化するポケモンもいるんですけど、バトルの時にもね持たせると効果が出るものになるので、この2つがおすすめかなと思います。でよく削られちゃうんだけどっていう方に関しては、変化技もたくさん持っているポケモンになるので、貝殻の数値よりは食べ残しの方がいいかと思いますが、基本は広角レンズとメタルコートの2つから選択するのがいいかなという感じです。でちなみになんですけど、ニャイキングを4体でマルチプレイ一緒にいると、鋼の精神4体ともみんなそうだとですね、鋼技の威力って5倍まで上昇するんですよね、だいたい5倍まで上昇した状態で、で持ち物がメタルコートだったり広角レンズだったりすることで技の命中も良くなりますし、メタルコートだとね 1.3× になるはずなので、かなり強くなるという感じになっています。で私も今回初めて作って、まだ、マルチプレイとかねレイドですら使ったことがないので、今後使ってみたいなと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!